シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。今日この件はガチャ引いてくってやつで。さあ、というわけで今回は劇獣神祭新限定ジャック・ザ・リッパー狙ってガチャ引いていきたいと思うぜ。それで先ほど動画出してんだけども、運営さん何を思ったのか突如オーブ50個配布してくれたということで、俺はこのオーブ50個を使って引き当てるぜ。マジでこんなチャンスはないでしょう。本当にそろそろ来てもいいんじゃない。というわけで早速やっていこう。わかるだろ。さあ、というわけでやっていきますか。いや、本当に闇豪絶にはまる可能性もあるし、まあ、そもそも性能がすごい半端ないから、まあ、今回狙っていくんだけど、いつも通りまずは俺の所持率を見ていこう。まあ、エビスは1体目やっと当ててからもういっぱい出始めるという現象で、まあラック20、まあ、4体持ってて、で、まあ、次ね、ポラリスちゃんが、珍しく初回で、俺が当てたという。これはマジ、もうほんと珍しいよ。それで、結構引いてんのに、まあ、あんなにね、劇中引いてんのに、これよ!やばくない?これマジで。俺、毎回ぐらい引いてんよ。24% は、マジで。1年経とうとしても、もう経とうとしてんだもん。アナスタシア持ってないのよ!これはマジでおかしい、本当に。だ今回この 2体を結構狙ってる。マジで。この2体出てくれたらもう俺ほんと嬉しい。どっちが出てマジで。アナスタシアほんと出てくれ、本当にマジで。まあ、というのが今回の狙いでもある。だけど見てくれ、この第1弾のピックアップ。エビスとポラリス。いや、よりによって俺が結構出したメンバーで、第2弾見てくれ、これもう俺にとっての神ピックアップ、ま、だけどもう配信者の定めとして俺はもう第1弾もう初日引いていくぜ、もうやっていこう。で、残りはこんな感じで、まあ、このメンバーも結構出てんだけど、このメンバーより、その前の、コマシとか、前の劇中メンバーが結構出てる。というのが、ラプラスも当てるのに、1年間かかったから。で、こっちの方がちょっと見やすかったな。申し訳ねえ。今度からこっちで見るか。ということで、ジャック・ザ・リッパー。まあ、絶対に当てろというモンスターではないんだけども、性能いいし、フラパの闇ゴーデスにはまられたら、めっちゃ強くて、もうジャック・ザ・リッパーじゃないとダメとかなったらよ、お祭りの最中に気分悪いだろ。だから今回は、それで狙っていくぜ。まあ、引きすぎないけど、もらったオーブ50個、これにかけるぜ!マジで頼む!たまにはいいだろ!オーラー!もう!はい、白毛リゼロコラボサンキュー、はい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 、長いの力、おいおいおお、まあ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 、こんなもんでしょう。まあ、これがもらったオーブ50個結果。いや、消えるのあっという間すぎる、消えるのあっという間すぎる、オーラー確定なし。やっぱもらったオーブはなるべく長い間持っておいた方がいいわ。でもそういう時に限って引いたら出ないもんな。はいはい、ナナワールド、はいはい、ザワールドね、カカシ先生、カカシ、カカシ、もう爆死よりもなんか切ない、一体ようわからんポンって出るのが。まあでもちょっと思い返してみると、俺劇中相性最悪だったわ、本当に。オーラー、あのポラリスがマジで運良かったんだわ、本当に。劇中で初めてだない、あれ。はい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 、あちょっと畳みかけるな、畳みかけるな、マジでお部長。なんもなんもうーん、それ、でも限定出な
体の一体でも。てか、星56が今出てんな。マジ頼むわ。オーラーだってよ、なんか大体みんな出してない？なんか、俺ぐらいじゃない？毎回限定出してないの、ほんとに。はい、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 白芸偽のコラボサンキュー！はい、はい、赤ちゃん、はい！バカにしてんのかー！ピキ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 、あ、俺ピキピキマジ来ねえんだけど。まだ1回しかないよ。4枠以上持って引いてるけど。いやマジこれできて、これできて、アナスタシア騎乗ジャック・ザ・リッパー来る、行ってこい。たまたま完了。このパワー、バイク乗るな、バイク乗るな。乗ってもいいだろ、乗っていいだろ別に。ちょっと待って。まあもう、どうしようこれ。どうしよう、じゃあ、引くか、もう、行くわ、ちょっと。もう、ちょっと待って。ほらー、まあ、サブでも、一応まあ、10連ずつしようと思ってんのよ。はい、はい、はい、みなもちゃん、はい、ペガサス、はい、なんも出る気配ねえな、出る気配ありません。やめよう、サブに行こう、これは。いやー、本赤でポンって出て、サブたちのオーブ温存しようとしたんだけどな。ちょっと待って、ちょっと考えさせて、これ。どうしよう、マジこれ。ごめん、10連、いくわ。ほんか、もうこれ、この10連最後。これ最後。オーラー！いや、マジ、ほんとポラリス感もあんのよ。ポラリスみたいに終わられる可能性もあるから、マジで、オーブいっぱい使うの危ねえよな。赤ちゃん、はい、はい。ブレイク！今回止まりもしないし、なんか微妙な感じで過ぎていくガチャだったな。まあ、じゃあサブの10連ずつやってくるわ。マジかよー。ということで、今サブみんなヒリーなんだけど、何も出ませんでした。20連ずつしてきたけど、サブこれ以外何も出ませんでした、マジで。これさ、掲げてるからこれラストに回した、今回は。オーラー、いやマジ頼むよ、本当に頼むよこれ。はい、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 配られたオーブ、全然活躍しないし、むしろそれで俺のなんかもうグワーって言っちゃって、もう配られなかった時に使うと思ってたオーブよりも使っちゃったんだけど、それが作戦だよな。オーラー、それが作戦だわ。限定すら出てません、今のところ。はい、はい、はい、同輩生命、おい、はい、はい、はい、いやマジかよ。いや生命、お前の相棒たち違う、それ
なんなのそれは。いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。